にちは、東海 FC の内田です。本日、今回のテーマはサッカーにおいて本当にとても大切なトラップ止めるにフォーカスしてちょっと動画を撮ってみたので、ちょっと参考になればなと思います。ぜひご覧ください。 VTR スタート。はい、止めて蹴るの練習ですね。まあ止めるにフォーカスしてちょっと話もしていこうかなと思うんですけど、まあ、何のために止めるかをねちょっと考えた上でちょっと見ていってください。そうですね、ここスローモーションでちょっとやってもらったんですけど、相手の方に面をしっかり向ける、インサイドの面をで力を抜く。でこの練習で言えば、パスをするためにパスを素早く出すための止めるトラップになるので、まあ、もちろんね一番いいのはワンタッチで一番いいところに置くっていうのがいいトラップではあるんですけど、絶対ミスは起こるんで、そういった時にもうワンタッチするのか、体の位置を変えるのか、ステップ踏むのかで対応していく、そういったところも大事になるのかなと僕は思います。お、ちょっとねスピードがちょっと上がってきましたね。あ、ここですね、先ほど言ってたワンタッチでうまく置けなかった時にもう一回持ち直す。あ、これもですね、これ自然にできるようになるといいですね。よくね子供の選手たちが多いのが、止めてそのままいいところに置けなかったのにシュート打っちゃう。これハイパーボール来ましたね、スローモーション。これ大事なのが上半身、本当リラックス、もうすごい強いボールが来たからといって慌てちゃダメ、絶対に良くないですね。とにかくリラックス、力を抜いてトラップすることがポイントになるのかなと思います。うん、力也コーチのボールがとにかく速い、まあ、やっぱミスは起こるんでね、そこで自分が修正どうしていくか、自分の肩をねもう何度も繰り返すしかないと思うんで、そこはまたね、あの足踏みとか、さりげなく首振ったりとかも大事になってくるのかなと思います。ああ、終わりですね。疲れてますね。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんどうでしたか？ためになる部分も少しはあると思うので、またね、次の動画とか楽しみに待っててください。ではまた、バイバイ。